クルエル・オルランド、クルエル・オルランド、クルエル・オルランド、オーランド・フリオソは、ルドビーコ・アリオストによるルネサンスキー・イタリアの女子誌。全46か38,736行に及ぶ大長編。サラセン人の信仰と戦うシャルル・マーニュとパラディンの活躍を背景に、オルランドの失恋と発狂、エステケの起源が語られている。内容的には、を マリーア・ボイアルドの未完に終わった、ジョジシ恋する、オルランド、オーランド・インナ・モラと、1495年に発行の、続編という形式をとっている。アリオストは、歴史に忠実に物語を作成することはなく、また地理的な制度も大雑把。そもそもスペインのイスラム教徒がフランスへ侵攻して、来るのは、シャルル・マーニュの父親、ピピン三世の時代であり、また、 シャルル・マーニュの活躍した8世紀であるのにもかかわらず、ひなわ銃が登場する。ことに、東方世界への理解は、はなはだ怪しく、硬い、吉丹に由来する古代中国をモデルとた国の姫の、名前が、西洋風に、アンジェリカだというように、時代交渉は非常に大らか。また、魔法使いや、怪獣の類も品質し、アストルフォなどは月へ旅行したりもする。 今日ではファンタジーでおなじみのヒッポグリフなどが初登場したのはこの物語である。複雑にいくつかのエピソードが縦糸と横糸のように絡み合い、全体として統一的な物語を形成するスタイルをとっている。形式はイタリアのロマンスで比較的使われたオッターバ、リーマ、アボベブックのリズムでインオフムを採用。 中心となるテーマとしてシャルル・マーニュとパラディンのロマンスを描くとともにエステケの起源を語り賛美することが挙げられる。もっともアリオストがエステケを心から崇拝していたわけではないようで、風刺しではたびたび主人である一方リットデステへの不満を匂わせてもいる。アリオストが十二歳の1五百六年頃に制作を開始、全四十課だった初版は、 1516年4月にフェラーラで発行されて、アリオストのパトロンである一方リットデステに捧げられた。その後、わずかに修正を加え、1521年に第二版が発表された。その後もアリオストは、当時起きた事件などを書き加え、全46課からなる完成版が1532年に発表された。なお、翌1533年にはアリオストが死去している。 時系列的には、ボイアルドの恋するオルランドの続編で、ローランの歌、オーモルガンテの前日談。まずは、恋するオルランドあらすじが序盤で説明される。当時はスペインがイスラム教徒に支配されていた頃、シャルル・マーニュが開いた馬上やり試合に、家庭からアンジェリカという美器がやってくる。その美貌に、パラディンたちは恋焦がれ、ことにオルランドは、どこへともなく、 立ち去ったアンジェリカを求め、はるか、インド、中国など、世界中を旅して回る。ちなみに、その間にもアフリカ、スペインのイスラム教国家との旅重なる戦争を、継続しており、たびたび危機が迫ったのであるが、オルランドは帰還命令を無視し、アンジェリカを探し続ける。結局、オルランドは失恋し精神に異常をきたしてしまうので、あった。なお、作中では、 オルランドの発狂は、イスラム教と戦いもせず、ふらふらしていたのが神の怒りに触れたため、と説明されている。一方、フランス軍の女戦士、ブラダ・マンテは敵である、イスラム軍の勇者、ルッチェーロと出会い、恋に落ちてしまう。愛し合う関係となる二人であるが、敵同士であること、また二人の結婚を認めない、ルッチェーロの養父はトランテなど幾多の障害が立ち塞がるのだった。 様々な人たちの助けを受けつつ、すべての障害を乗り越えた二人は結ばれるのであるが、この二人の子孫がエステケとなるのである。その他、オルランドの持つ剣、ドゥリンダーナを狙いセリカン、キヌの国、古代中国の古生からやってきた、グラダッソ、タタール人の王、マンドリカルドとの対決、アストルフォの月への旅行、ゼルビンとイザベラの歴史に残る愛など、 様々なテーマが絡み合い、大規模な物語を形成する。16世紀にはすでに海賊版が横行しており、ベストセラーとなった。フランス語版、スペイン語版などに翻訳された。イタリア人作家、イタロ・カルビーノは、アリオストのファンで、不在の騎士など、アリオストの作品を題材にしている作品が複数存在している。エドマンド・スペンサーへの影響として、 妖精の女王に重大な影響を与えている。シェイクスピアの空騒ぎについては、スペンサーかバッテルを通した形で、主人公についてクルエル・オルランドの影響を受けていると思われている。バロック文化時代、時代では、死は多くのオペラの題材となった。イスラム戦士、ルッチェーロが魔女、アルチーナの領土からの脱出を描いた、フランチェスカ・カッチーニが作成した。 ルッチェロの救出、L.A. レベロツヨネ・ディ・アイル・ジジャロは、女性が作成した初のオペラであるとともに、外国で演奏された初のイタリア製オペラとなっている。アントニオ・ビバルディも、アディオストの女子詩を題材として、3本のオペラを執筆している。クルエル・オルランドの影響を受けている作品で最も有名なものは、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルによる、アルチーナ、アリオ・ダンテ、オルランドなどであろう。 フランスでは、ジャンバティスト・リュリが1685年に、ローラン、オルランドのフランス語読みを作成している。ジャンイコール・フィリップ・ラモーの騎下、変歴の騎士、レスパリデンズ、1760年は、クルエル・オルランドの第18課のエピソードに基づいて作成されている。アディオストのジョ子ジ誌を題材にしたオペラへの熱意は、古典派の時代まで続いた。 代表として、ニコロ・ピッチンニのローラン・ネン、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの騎士、オルランド、およびエティエンヌ・ニコラ・メユールのアリオダン、1799年が挙げられる。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。